コウオージー。んコメント返ってきてるぞ。ちゃーい。おーい。なんて何するんですか。最近の工事なんかつまらん。ありがとうございます。ちなみにどの動画は面白かったですか。スカイツリーのやつとか、バントでホームランとか、スキー台のやつとか、まあスポーツ系のほとんどが面白かった。へえ、了解。ということで、東京ドームの大きさの野球場があります。ここに線路を引いて新幹線を作って乗せます。私を用意して構えます。乗り込みます。かっこよくします。新幹線に乗ってボールに突っ込んだらホームラン打てるんじゃね、という検証の準備完了です。ここにボールを置いておきます。時速 30km で突っ込みます。突っ込みます。突っ込みます。ホームランが打てました。700m 飛びました。時速 100km、 車の速さ時速 200km、 ホームランが打てました。時速 150km、 ホームランが打てました。時速 138km、ギリギリホームランが打てました。ただしフェンスの高さによる。 138km を体感してみよう。おかわり。楽しい。おかわり。早くしろよ。そこはスピードも速くするオチだろうい。